て、それを商品を取り扱ってらっしゃる地元の問屋さんから第4回つまみ産業トレーニングショーを開催いたしますので、よろしくお願いいたします。4回を重ねてですね、昨年は4000人の方で賑わったというふうに聞いております。まあ、そういったことで、こういったトレードショーをですね、この場で産業の町つまみ産業が誇るですね、秋の三大イベントという話題はですね、あの包丁ってツバメの製品ですか、三条の製品ですかというような形で聞かれます。この間のショー、本当に大勢の企業の皆様方がご参加をいただき、また大変なご尽力を。ツバメ三条トレードショー2019開幕です。どうぞ。入ってないんですよ。